of moving on to the next stage. Here we go. Hi, hello. This is Yasuyo. I'm a lifestyle designer. So today's topic, so 人生のステージが変わる前に起こるサインについてお話しします。純子ちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。人生のステージが変わる瞬間って人生に今まで何度か経験してきてる人も多いと思うんですけど、どうですか純子ちゃんは。あ、そうですね、その、うん、まあ、あの結婚とかも例えば大きな一つの生き方がガラッと変わるような出来事だと思いますし、うん、はい、その時その時でこう次のチャプターみたいな、うんうん、ことはありますね。そうですよね、はい、うん、で今日はそのまあホロスコープでも今その世界的にも地球的にも時代的にも、まあ、大きなステージが変わる前兆がたくさん起こってきてるので、例えばそのパンデミックもそうだし、うんうん、あとアメリカの大統領選挙のこともそうだし、なんか本当に時代がなんかステージが変わる前兆ってたくさんその外側のいろんな情勢、世界情勢とか見るだけでも感じてらっしゃる方が多いと思うんですけど、はい、一人一人にその人生のステージが変わる前に起こる前兆みたいなものっていうのはすごい特徴があるっていうか、なんかこういう風になってたら結構次のステージに行くお知らせだよみたいなことについて、私なりの自分のまあ経験に基づいて、うん、お話ししていきたいと思います。はい、はい、で結構ね、人生のステージが変わる前っていうのは、うん、全然違うエネルギーになろうとするっていうか、次の全く違う自分としてまた始まろうとしてるので、まず一番最初に起こりやすいのが、なんかいろんな自分が積み上げてきたものが結構ガタガタと崩れ落ちていくみたいなサインがまず特徴的です。一番その激しい変わり方なんだけどね、うん、例えば、仕事なくなるとか、うんうんうん、あとはパートナーと別れるとか、うんうん、もしくはなんかこう今までやってきたものが全然興味なくなっちゃうとか、うんうん、そういうなんかずっとやってきてたのに突然その事柄に対してなんかなんでこんなことやってたのかなみたいな、その興味が薄れてしまったり、うん、なんか取り組んでたものに対する無関心っていうか、もう自分はそこじゃないんだなっていうふうに思っちゃったりとか、うんうん、あと今までのその関係性、人との関係性がなんかちょっともうこのやり方じゃないよねって自分の中でなんとなく違和感を感じたり、うん、だからどっちかっていうとね、人生がのステージが変わる前に起こる前兆はあんまりその一見自分からすると嬉しいサインではないことが多いです。あ、そうですよね、ドアが全部閉じちゃったような気がしますよね。そうだからあんまりこうワクワクするサインっていうよりも、もっとこうなんか動けなくなっちゃうみたいなことが多いかなと思うんですよね、うんうん、無気力になったりとかね、なんかどこに向かっていいのか分かんないと思感じてしまったり、あと何をやったらいいのかもなんか今までの積み重ねをやり続ければいいっていうふうに思うんじゃなくて、全く違う方に行きたくなっちゃってるから、うん、その方向性が全然見えなくなっちゃったりとか、うん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 、っていうその無気力無関心的なところになりがちなところが人生のステージが変わる前にやっぱり起こりやすい状況かなと思います。はい、うん、あとは体調がやっぱり大きく崩れやすい、この人生が変わる前に起こる、うん、私、はい、去年とか結構
実は体調不良で、うん、なんだろう、原因不明のこう咳と呼吸が困難になって、うん、結構実はそのあんまり外にそれをあんま出してなかったけど、うん、なかなか自分にとっては、苦しい感じの体調がかなりあんまり良くなかったのが去年だったんですよね。はい、うん、なのでそのそういうなんか今までの自分の体を多分これってね次のステージに行くためになんか組み替えてると思うんだけど体の中が、うん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 、なのでその今までの自分の、まあ、積み重ねてきたものだったりその自分の中のなんか細胞レベルでこう一生懸命変わろうとしてるからなんか体調が悪化するなんかこうこのままやり続けるともう自分が望んでる方に行けないっていうサインとして体の不調がかなり出やすいっていうのが、サインとして現れやすいかなと思います。なんかこう次のステージに変わるんだろうなっていうのを明確じゃなくてもなんとなく自分の中で感じてらっしゃる方がいると思うし、うん、だけどその不透明すぎてなんかこう不安の方が強くなっちゃうかなっていうのが今のエネルギーかなと思ってるんですね。うん、うん、だ変わるって人間って本当はねあんまり好きじゃないんですよ。そうですね、うん、そう変わりたいって言うけどどっかで変わりたくないし、うんうん、だから変わる前のこの 前後っていうかこの前兆みたいな時のエネルギーって何とも言えないさ、こう変わるんだったら今の自分がこのままでいいとも思ってないんだけどじゃあ何 変えられてしまうのもすごく怖くてだから変わりたいけど変わりたくないしでも変わりたいしみたいな、うん で今のままも嫌だけどでもなんかもっと悪くなったらどうしようみたいな風にも思っちゃうから、うんうんうん、だからこの今の多分みんなの集合意識レベルで言うとすごくねこう揺さぶられてる感じ、うん、ずっと揺れ動いてるみたいな状態だと思うんですね。はい、うん、なのでそのでもそれっていうのはあ本当に次の自分がその新しいステージに行こうとしてる前兆なんだなっていうふうに捉えた時に、まあ、ここで大事なポイントは想定しちゃうじゃん人間って何ていうのかなこうなったらどうしようっていう想定の方が強いんだけど。うん仕事を失って生きて生活できなかったらどうしようとか、うんうん、あとなんかもっと自分の体調がもっともっと悪くなって、まあ、例えば本当コロナにかかったらどうしようとか、うんうん、なんかそうやって一つ一つ変わっていこうとするさなかでそのこうなったら嫌だみたいな方にどうしても人間って意識が向きがちなんですけど、うんここでこの揺さぶられてる時っていうのは形が、なんて言うんだろうな定まらない感じなのこう揺さぶられてるってことは今こう混ぜ合わせられてる最中で固まらない手前ぐらいなのね、はいはいうん、今ぐる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 こうかき混ざされてる中で自分のその見たいものにフォーカスするとそっちに固まっていくんですよ絶対に、うんうん、でも見たくないものにフォーカスするとやっぱ見たくないものに固まっていくから、うん、せっかく今その変わる前の前兆やサインみたいなものでぐる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 混ぜ合わせられてる状態の中で固まりたい方に意識を向けていくっていう風にやっていく方が自分がまあ望んでる側の波に乗れるってことになるのでうん、今ちょうどこの人生のステージが変わる前にいろんなことが起こってると思うんですけど、はい、そこを踏まえた上で自分が固まりたい方に意識を向けていくってことをなんかぜひやってほしいなと思います。うん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 、で
固まる、何に固まりたいのかが明確じゃない場合は、とにかくその自分が、まあ究極言えばさ、自分が穏やかで軽やかでその平和な方に固まっていきたいっていうのは多分みんな共通して言えることだと思うので、はい、そっちにフォーカスを当てるっていうふうにしてみるといいと思うんですよね。なんかいい気持ちで過ごすとか、まあ、そういうことが大事ですよね、うん、きっとね。そう、でもなかなかこの人生が、うん、人生のステージが変わる前に起こってる出来事への出来事やサインの最中ってなかなかいい気分で過ごすのがちょっと困難だったりするのね。なんかこうショックすぎるとか、うん、私もやっぱ去年とか自分のあの大事な鳥が亡くなったりとか、うん、そのショックすぎることもいくつかあって、そこでいい気分で過ごすって非常に難しかったんですよ。あの、うん、こうやってみんなにいい気分で過ごすんだよって言ってても、自分がそういうその出来事に遭遇するといい気分で過ごそうと思っても過ごせないんだよね。だけどそのなんだろうな、その出来事に対してその悲しんだり悔やんだり落ち込んだりすることをやっぱしっかりやってからいい方を見るっていう風にできた方がいいかもしれない。ああ、そうですよね。感じ切ってから次に行くっていう。それをなかったことにしていいことを考えなきゃって思えば思うほど苦しくなるから、今だから前兆でいろんなちょっと苦しいこととか辛いこととかに遭遇してる人がいるとしたら、まずねやっぱ悲しみ切るとか味わい切るとか、感じ切ってからその自分がいい気分で過ごせるようになる土台が整うと思うので、だからまずはやっぱり辛いなら辛いよねって、なんていうのかな、それこそ自分を受け入れてあげる、辛い自分とか苦しい自分とか悲しい自分をしっかり受け入れてから次に行くっていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。はい、なのでいろんな今前兆やサインが起こってると思うんですけど、まずはあの受け入れる、そして次に見たい方を見ていくってことを、あのぜひやってほしいなと思います。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。 We provideintuitive consulting contents here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comment, please. Thank you.